記録的な高温が続くヨーロッパ。エッフェル塔前の広場にある噴水には涼を求める人々が殺到しました。非常に強い日差しが照りつけるフランスパリです。午後4時を回ったところですが、手元の温度計では40度を超える非常に高い気温を計測しています。パリでは25日に 42.6 度を観測、72年ぶりに記録を塗り替えました。暑さに人々が詰めかけたのは冷たい水との下。暑すぎてちょっと家に残ろうかなと思ったんですけど、なんかあれはなんか水が出るやつがあるって聞いたんで、ここに来てちょっと今浴びてます。日本と違ってエアコンがないんで、まあ、扇風機だけってなると暑いって感じだった。熱波はこちら海を越えたイギリスでも。ロンドン市内の公園の中にある、こちらの池で多くの市民が水遊びを楽しんでいます。イギリスでも昨日38度を超える暑さとなりました。こうした中、鉄道の架線が損傷するなどして列車の遅延や運休が相次ぎ、利用客が足止めされる混乱が生じています。今回ヨーロッパ各地で観測された熱波、この週末以降暑さは和らぐ見通しです。